はい、どうも良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は前回に引き続きショーヘイズ、2023年初試合の続きとなります。はい、この回先頭のノリさんまたも三振となります。ちょっとノリさんの調子が上がってないですね。はい、そしてバッターにはヒロト、これガツンと左中間へいい打球、これが抜けていく、左中間を破るツーベースでチャンスメイクです。さあバッター良平、これがこれ当てちゃいましたね。もったいない、思いっきり迎えに行きました。これしゅんさんとちょっとね球種ちょっと聞いたんですけど、カットボールって言ったかな、見たことないものだったんで。はい、そして翔平のこの打球がライト前にしぶとく落ちる。そして二塁ランナーのヒロトがホームイン、これで10点目です。翔平ず爆発してますね。去年から爆発の時は本当に爆発してたので、ああいうベンチの雰囲気もいい感じです。さあここまで2安打の松井、これ打った、左中間を破っていく。そしてセンターが取れなかった間に、まあ、まずね、翔平はこれでホームイン、そして俊足松井は一気にホームへ、ランニングホームラン。ホームランという点ではね、今年の翔平初ホームランじゃないですかね。そしてね、ブラックキャノン、さすがです。ナイスバッティング。はい、バッターは楠木君、これがフォアボールですね。スイーツを追い込んでたんですけど、高橋さんもこれちょっともったいないですね。さあそして主砲っちょさんの打席でガツン、確信打球いったー、シーユーモライカー、衝撃の確信弾です。いやー、ナイスバッティー、これはやばいな。いや、ここまでの飛距離は正直見たことない。はい、スノー君、そしてオットさん帰って、翔平ズ今年初の柵越えアーチとなります。いや、ナイスバッティング。はい、そしてパフォーマンスお借りしております。いやー、ナイスバッティングですね。さあクリッチ続きたいよ。はい、三塁線を向けるセクシーヒット、クリッチもね、翔平ズ今シーズン初安打。いや、ナイスバッティング。そして田島さんのところ、これ高橋さん気合入ったボールでしたね。はい、そして龍也くんがマウンドへ引き続き上がっております。これがアウトロー、ジャストオルキー。はいはいはい、テンポよく、これもはい、ピッチャーゴロー。龍也くんは本当に三振とピッチャーゴロが多いですね。いい球来てます。はい、ツーアウトで、これがちょっと外れてフォアボール。はい、これもピッチャーゴロ。はい、なぜセカンド投げ落としたんだろうな。ランナー出すも結果無失点をついてます。はい、その龍也くんからになりますが、相手ピッチャーはマックス135キロといったところで、いきなりがっつりなデッドボールです。背中ボロに行けますね。はい、そして大久保くんのところでスタート、これが微妙なタイミングで足がねちょっと入りきれてなかったんですけれども、まあ微妙だから判定はセーフに。そして大久保くんはフォアボールで出塁となります。さあバッター神田さん、これ当てた打球、ピッチャーナイス処理ですね。ただ進塁打となります。さあノリさん、まあボール見えてないな。ノリさん確かね、今シーズン試合2試合目だったかな。はい、そしてこれなんだろう、フォークかな。どういつものノリさんじゃないですね、絶不調ですね。ちょっと次回まで上げてきてほしいです。はい、ツーアウトとなってバッターはヒロト、さっきのバッティング見せてほしい。これフォークかな、やばいですよね。なんかシンカー組にちょっと落ちてくる感じで、チェンジアップとまた違うよな。はい、これいい、センター方向へ、セカンドゴロとなるね。それがラッキーなヒットとなり出塁。はい、そして3塁ランナー帰ってきて追加点となります。はい、そしてバッター良平、はい、ここでバッテリーミスの間に手が入りますと入る得点です。さあポツンと逆方向へ、さあ一塁間に合うか。はい、ファーストセーフ。そしてヒロト帰ってきてライト前のタイムリーとなります。
で、バッター翔平、これ三振なんですけれども、走る、はい、振り逃げでファーストセーフ。そしてその間に一塁ランナーの良平がサード前へ進み、チャンスになります。さあ今日当たってる松井、はい、フォアボール。松井ね、多分サイクルかかってたのかな、ツーベースかなんかでサイクルか、いや、ツーとスリーが、はい、そしてこのボール、ストライク。まあ際どいボールではあったんですけれどもね、まあそれか判定でチャンス生かせず。そして何やら翔平が防具をつけております。はい、ということで多分初だよな、翔平さん、翔平図で初キャッチャーです。まあ、形のためね、あのスローイング系はちょっと勘弁という。はい、さあ最初のバッター、はい、いきなりファールチップ食らっております。バッターファールチップは仕方ないから謝らないで大丈夫ですはい、そしてこれ翔番が当たるとキャッチャー痛いですからね。はい、そしてバッターは翔平での活躍する俊さん。この打球、逆方向への大きな打球がライトオーバー。さあランナーは入ってくるのか、バッターホームイン。これは俊さんナイスタイムリーです。いや、いいっすね。さあノーアウトのまま得点圏ですね。いや、かっこよ、大久保くんのスーパープレイ。なんか2008年大阪桐蔭の浅村選手みたいな感じですよね。いや、マジでかっこよかった。そしてこれ体勢崩してファースト投げるもわずかに間に合わず。いや、でもナイスチャージですね。大久保くん良かったですね。さあワンアウトランナー1、2塁。はい、翔平のキャッチャーどうでしょうか。で、これコツンと当てた打球、龍也くんがっちりと取ってファースト送球でツーアウト。で、これね、進塁打となりランナー2、3塁となります。はい、これもピッチャーゴロ、ちょっと落としたがファーストはアウト。ついてますね、大量失点はしないですね。はい、おっちょさん、いつも通りありがとうございます。全部のカメラに宣言してもらい、はい、ただ初球は見逃します。まあね、さっきの打球があるんで、これシュンさんスーパーブロッキングです。これね、審判もがっつり逃げてるんですよね。ヒロトかな、これ審判。まあまあまあ、怖いのも分かりますね。よいしょー、ういえー、もうボールしばき倒してます。オッチョさん大当たり。ただこれレフトからのこの返球ちょっとそれるんですが、オッチョさんが飛び出してアイギリセーフ。ナイスバッティングです。いや、僕の大好きなね、ハイパーマカホースのバットでね、ドッグインの打席マルチアンダー狙っていきたいと思います。ぜひ見てください。はい、そのクリッチ、さっきはナイスバッティングでした。この打席でもヒットを打つことができるのか。これだ、ちょっとやっぱサイン見えづらいのかな、そんなハットないですよね。はい、ランの三塁に進塁。そしてこれ引っ張った打球、ホーム帰ってこれず、オッチョさん挟まれる。さあどうする、挟まれた。ここでオッチョさんはアウト。そしてクリッチ大暴走。さっきの意気込みはどこに行った、まさかのダブルプレーです。さあランナーなくなってバッターは田島さん。これがサードピンと落としてしまうも、ファーストもナイスカバー。結果ね、手は入りませんでした。はい。
さあ引き続きピッチャー塁打君、キャッチャー翔平と、ここで、はい、なんだなんだ今の集まりは。これね、ベンチが良くないよね。うん、全部俺のこと声出すの。はい、そしてこれボトボトのサードゴロ、両辺取るの握り替えできず、ファーストはセーフ。あー、まあ、悔しいですね。はい、大久保君もやってくれますが、際どいタイミングだったんですが、まあ松尾審判いないんでそこは何も言えないです。はい、そしてこれね、ジョージ・マッケンジーかと思いきや、はい、でここでね、ちょっとショート大久保君の動きに注目してください。よくね、もうシランプにしてます。はい、ちょっとご覧ください。ん、またやったなこれ。出ました、伝家の宝刀、伝統の隠し玉です。はい、翔平さんはようやんなこれは。はい、そしてこの打球センター田島さんがチャージしてキャッチ、結果無失点ですね。はい、さあピッチャーは翔平さんが、ね、所属してくれているリント君が上がります。はい、いいボールですね、高めの威力あるまっすぐ、ルー君を三振に打ち取ります。はい、バッターは大久保君。はい、これあーすっげーボール振っちゃったな、2者連続三振です。もうやっぱりリント君低いところからね、あの低い体勢から投げ込んでくるんで、高めにやっぱ威力ありますよね。いや、ナイスピッチですね。さあ神田さん3人で終わらずにここで出塁することができるのか。はい、これどうだ、当たってるのか。これは素直に申告ですね、素直に申告して当たったということで、はい、一塁行きます。さあここまで、おっと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 、ちょっとね、本当に調子が悪いのにさん、普段だったらこんなスイングしないです、見たことないです僕は。はい、追い込まれております。はい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 、フラッシュボールを避けて、はい、転げるおじさん、今日はいろいろ打ってますね。まあでもね、最後にぜひ持っていってほしいところ、もうね、ここまで球に溜まってるはずなんだ。ただ中途半端なスイングでまさかのね、今日全打席三振となってしまいます。これはまたちょっとね、後日の翔平図での懺悔ピッチング期待となります。はい、そして翔平キャッチャー、ピッチャーはこの回からヒロとなります。意味のないフォアボール、マジで意味のない。そして翔平はなぜファーストに投げた。はい、ただね、お次のバッターは追い込んでおります。打ったー、ガツンと、これがレフトへ上がった打球、これね、これ取るんですよ。大飛球もレフトフライとなります。最初からね、すげー下がったからだと思います。はい、そしてまあ最終回なんですよね、ここ。最終回ということで細かい系統点差もあるので、プリッチがマウンドへ上がります。はい、初球はちょっと抜けちゃいましたね、ボール。さあ、お次の球、これがいいところに決まる。そして翔平さん、キャッチングうまいな、これ。あそこ取るの難しいですからね、左ピッチャー。はい、ランナースタート、これは変化球でストライク、プリッチ追い込みます。これ、はい、ワンバンではストライクもね、ワンバンではストライクも、はい、ツーボールツーストライクとなります。ここで三投、はい、セーフ。はい、スリーボールツーストライクとなります。これがちょっと大きく外れちまいました。先に追い込んだんでね、いいカウントだったんですけども、まあ結果はフォアボールとなってしまいます。はい、そしてここからは良平がマウンドへ上がります。最近はちょっとアンダースローで投げています。初球はこれストライク、はい、初球はスロースライダーですね。はい、お次の球、はい、スローカーブ、緩い変化球2球で追い込みます。シュンさん、この辺当たってるんでちょっとね、怖いですよね。はい、そしてこれ誘い出したな、出せなかったな。はい、ワイルドピッチで失点となります。そしてこれも外への緩い変化球、スローカーブで三振となります。ラストは楠木君がマウンドへ、これがそのまま変わった両辺のところに、そして一回弾くもファーストはギリギリアウト、試合終了です。
なぜ正面のゴロがギリギリになるのか。はい、申し訳ないです。ということで、まあね、試合自体は、まあ、翔平が一連をつけて、勝たせていただきました。まあ、新年1試合目、楽しく野球することができました。本当にありがとうございます。まあね、これも、翔平にも所属している俊さんが、スピアーズの選手を集めてくれたからです。本当にありがとうございます。翔平、今年も随時開催いたしますので、気になった方はぜひご参加ください。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ来て野球やろうぜ。